元気11月号付録のどんぶり屋さんごっこをやってみます。開けてみます。開けてみます。なんかどんぶりがついてます。どんぶりの蓋とこういう具材の写真、あとはご飯とお椀がついてました。これにこのシールを貼っていきます。まず蓋にの大きいシール、これを貼ります。貼れる？この上、ここに？うん、難しいかな。うん、こういう感じ。蓋に貼れました。この周りにこうやって貼っていきます。貼る？じゃ貼る、貼る。はい、貼って。中に入ります。なんとか貼れました。雑誌の方にもこういう食べ物カードがついているので、これを切り取ります。こういう感じで切り取りました。この雑誌の方の友達8人のご飯は何の上で遊んでみます。ここにどんぶりを置いてね。だ、今日のご飯は何かな。ご飯置いて。ご飯は、ご飯置いて、具は何がいいかな。これいいかな。カツ丼にしようか。カツ丼どうぞ。蓋してみようか。蓋してみて。これこっち、こっち。はい、どうぞ。いただきます。何かな。カツ丼だ。いただきます。こっちは入れて。じゃあマーシャにのご飯あげて。あげて。ラーメン、ラーメンあげる。あげて。いっぱいだよそれ。うどん、ボトン、うん、これはいっぱい入れたね。おしるこ、おしるこ、うん、すごいことになっているよ、ご飯。来ました。蓋。いただきます。むしゃ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 。いっぱい入れてる。ちょっと、ひっくり返した。お前くなっちゃった。シール貼って、箱を、ご飯が食べたいの。うん。いっぱい入れて。できました。なんかいっぱいね。ご飯はゴムみたいな素材で、
レーを入れて、結構リアルな感じで、こんな感じで遊びます。こんな感じで遊びました。うるさいよ。